おいみんな、ランクを1500にしたかったら今日のガチャは絶対に引け。皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。おととい炎上したギコちゃんです。よろしくお願いします。おととい3日前2日前、そう分かんないんだけども、いやあの件をね経てね、俺思ったよ。いやー、口っていうのは、言葉っていうのは災いのもとなんだなって、36歳かっこ独身にして、再度気づかされた瞬間でしたね。あの動画の中では確かにもっともなことを、まあ多分もっともなことを8割ぐらいの方がもっともだと思うようなことを言ってはいたんだよ、言及してはいたんだけども、側だけ見ると、まあ要するにピノだよね。アイスのピノに例えると、私バニラ食べたいのに、なんで見た目茶色いの、許せないんだけどっていうような感じ。いやー、もっとねサムネは考えないといけないなと思ったんで、今後もグイグイとちょっと攻めていこうと思うきっかけになりました。ありがとう。はい、明日はねまたね燃料投下していきたいなと思うんですけど、あ、まあいいや、その前に、その件についてちょっとね、不思議に思ったことがね1件あったね、1件2件かな、あったんで、ちょっと、ね、そこだけはね、反論していこうと思うよ。今日も燃料投下しちゃうわ。1、もう返信済みなんですけどね、本当のファンの方なんだろうね、本当のファンの方なんだかもしれないけど、あなたみたいなねキャラクターがけなすような、キャラクターでけなすようなサムネ作る方、動画を作る方は運極にするなと、私の方が自分の方が、僕の方が、俺の方が、それがしの方がね、作品愛あるんで、あんたには運極にしてほしくないという意見があったんですけれども、それは良くないね。金落とそうとしてる人止めちゃあかんよ。ビジネスですから、遊びじゃないんだから向こうも、黙ってではないけどもさ、もうペペペペッとちりつもじゃないですか、課金って。俺が100万課金したところでバンっていくわけではないよ。みんなが課金するのがもうちりつもになって、積もって積もって積もってセルラになっていくわけでさ、少しでも課金しようとしてる人を止めるのは愚策なんじゃないのかな。俺はそう思うけどね。はい、あとは動画を見ないけどサムネだけ見て不快に思う人が絶対にいるんだから、まあ視聴者じゃない人ってことは何をするね、普段ギコちゃんのいるんだから、そういう人の気持ちも考えてほしいっていう意見があったんですけども、おい、0.1 円にもならないような視聴者じゃない全国民様に向けて、なんで俺が、なんでギッコちゃんがサムネを気にして作らなきゃあかんのって話ですわ。いやー、本当そういうことですよ。グイ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 、まあやっぱりその目立つねサムネを今まで俺あんま作んなかったんだよね、実を言うと。まあちょこちょこは作っていたけども、攻めるような、まあそこを気にしてたら YouTuber できないですよね。マジで。普通の商業とかだったらさ、普段自分の商品を買ってくれない人に対して、まあ、訴求するような広告であればあるパターンが非常に多いじゃないですか。なので、まあ、皆さんがこの興味を引くようなサムネじゃないのチラシとかにするのは分かるんですけども、今回別にモンストやっている人にしか分からない、このクローズ、ある程度クローズな、まあ、情報じゃないですか。モンストストライカーだけしか知らないコラボじゃないですか。なんで気にしなきゃあかんの、はい、ってな感じで、今日もねギコちゃん節炸裂したところで生本番無修正に入っていきたいと思う。今日のモンコルデラックス、冒頭でも言ったけど絶対に引いた方がいい、 100% ね。なんでかっていうと、今ランク1081、もう大変なんですよこれ。このパーリーマジで最高だから、
うん、2体目は何っていう方が多いんで教えますけど、第8使徒のレベル1です、うん、第8使徒のレベル1です、うん、こいつあのスピードが低いんで、あの2体目が結構神です。はい、ギコちゃんのランクの上げ方はちょっと前の動画であると思うので、そちらを参考にしてください。もし分かんないよって方がいたら、ツイッターでもちょこちょこ上げてたりとかするし、改めてじゃあ動画上げますので、なんか上げてくれってコメント書いてくれれば嬉しいです。はい、そんなわけで、フレンド見てください。マルタ、こいつマジでどのクエストでも超強い。持ってない人は絶対モンコレデラックスボリューム4の間のボリューム2、これを引くべき。うん、ただしめちゃめちゃ当たりにくいからそこは気をつけて。さあ引いていこう、74個残し、マルタが1体当たったら即終了。いきます。話長くなっちゃったわ、ふざけんな本当に。ノア、終わり。